SFE 貿易の答えです。本日のブログの話しますね。まあ、中国で作る特注家具というか、木工製品ですね。で、まあ、そういうふうなもの、どんなものが作れるのかっていう話をします。で、中国でですね、まあ、いろんな木工製品があると思うんですけども、まあ、それをまあ、弊社はですね、オーダー生産で、まあ、図面から作るというような、まあ、図面をお客さんからいただいてですね、まあ、こういうふうなものを作ってほしいとか、まあ、例えば大体のデザインもらってですね、こういうふうな商品、こういうふうな、ものを作ってほしいっていうのは、まあ、特に木工系のものをね、力入れてやっております。まあ、日本の場合はですね、まあ、特に店舗とかですね、店舗重機、並びにまた、内装関係、またホテル関係とか、まあ、結構特注の家具って言われているものが多いと思うんですよね。で、やはりその部分っていうのは、中国もですね、いろんな建材っていうのは手に入るんですけども、特注ものっていうのはやっぱり一点物でですね、なかなか中国のローカル工場で作ってもらうのは難しいっていう状況があります。ですから弊社はですね、まあ我々のグループの中で、そのような工場を設けまして、日本人管理の下で作っているというふうなことを行っております。で、中国でですね、まあどういうものができるのかっていうふうなことを問い合わせられるんですけども、基本的にですね、何でも作れるって作れるんですよね。まあそう言ってしまうと一体何なのかってよくわからないと思うんですけども、一つ言えることっていうのはね、日本に対する対応性っていうのは、やはりそのフォースターっていう最近のその環境問題の企画っていうのはあります。で、フォースターに対応した商品作りっていうのは、今非常に重視されてきておりまして、で、材料の選定からですね、まあやっぱり環境問題っていうのがありまして、その環境問題に対応した材料選定っていうのがやっぱり、これから非常に重要になっていくと。で、そのようなものを使って、加工してですね、その商品作りをするということをしなければ、これからのですね、まあその建材ビジネスというか、中国における建材ビジネスというのが難しくなってしまうんですよね。で、その部分で我々もですね、対応できるような、仕入れルートを持っております。また、まあ、いろんな材料ですね、そのホースター対応の合板、MDF 等を使いまして、また、接着剤ですね、ボンドに使い当たっても、ホースター対応のボンドを使って製作をするような形を行っています。で、まあ、製作の形式としてはですね、どういうふうな木材関係、要は木製商品というのはどういうものがあるかというと、まあ、一般的にですね、むくものの木ですね、むくものの商品もやりますし、また、行動的に言うとフラッシュ行動ですよね。フラッシュの行動で、例えば、軽くしたいっていう、まあ、フラッシュの、特にハニカムコアっていうふうな紙質のですね、要はフラッシュを入れると。いうふうなこともやっております。また、合板ですね。で、作ったり、まあ、パーチカルボードというふうな、いろんなものですね。で、まあ、そういうような材料で作ることは可能です。で、特にですね、まあ、中国で、作る際にですね、皆さん、コストってよく言われるんですけども、中国でのコストはどういうふうにして見ればいいかというふうなことをちょっと話したいと思うんですよね。中国はですね、原材料っていうのは基本的に、豊富な国ではないんですね、残念ながらね。ですから、原材料は海外から輸入しているような場合が多いです。で、特にですね、海外で、から輸入している商品で、例えば、皆さんよく日本の建具材で使うようなね、スプルースっていう木があります。そういう木もやっぱりですね、中国も、北米から輸入している場合も多いですね。まあ、メイソンっていう名前で、アメリカマスとか言われたり、しますけども、そういうふうな商品、そういうふうな原材料系も海外から輸入していると。例えば、カラスギですね。カラマス、カラマスです。カラマスとかは、ロシアから入れてるとか。まあそういうような形で、まあ実は中国もあっちこっちからですね、材料を仕入れて、で、まあそのような商品で、まあそのような原材料を使って、まあ加工するというふうな形です。ですから、実は原材料だけで考えればですね、実はコスト的に言えば、格安かといえばそうではないんですよね。だから、皆様がですね、例えば、特に加工用品、加工しているような商品のような、してないようなものでね、見積もり出したときに日本に比べて、そんな安くないじゃないのって話されるんですよね。まあ、それは原材料だけのものなんで、原材料の価格というのは、実はですね、まあ、日本は結構、商社がね、結構強くてですね、まあ、安く仕入れると思ってます。だから、結構ですね、原材料が安く手に入っているという現状がありますんで、だから、本当に剥くもので、木だけの商品ですね。そういうような商品、加工が少ないような商品というのは、本当に言えば日本の方が安い可能性もあります。で、中国でですね、どういうものを作ればいいかって話をすればですね、それは、やはり加工するような商品ですね。手間がかかるような商品。例えば、椅子等でもですね、よく使われるですね、
まあ、高級なやつというのは特に彫刻ですね。まあ、職人さんが手作業で木彫りを、木を彫っている、彫刻するんですけども、彫刻彫りの椅子とかいうのは、意外とですね、中国は安くできるんですよね。それはなぜかというと、やはり人件費というものに関しては、日本と比べて、要はメリットが出せるというのが、特にそこがポイントになると思います。ですから、原材料が、系のものでですね、まだ無垢もので、特に、コスト削減が難しい商品、原材料のね、コスト削減が難しいようなもので、特に加工が少ないものっていうのは、これはあまりメリットは出せないかもわかりません。でも、要は手間がかかるようなね、商品っていうのは、コストメリット、要は人件費、日本の人件費と中国の人件費の差っていうのは、まだ現状ありますんで、そのような部分での差っていうのは十分考えられます。で、またですね、日本の企画で商品作りをしたいっていう場合はですね、実は、例えば化粧板って言われるものですね、日本でいう、まあ、愛花工業さんとかっていうような有名なのあるんですけども、そのような、有名なメーカーさんの、まあ、化粧板っていうのも、化粧板ですね、っていうのも手に入ることもできます。また、中国産のメーカーでもですね、まあ、コストメリットは出せるんですけども、中国産のメーカー等でも、そういうようなものもあります。だから、商品としての使い分けっていうのが必要だと思うんですね。で、日本でもですね、どういうふうにしたらいいかっていうのを、まあ、皆さん検討していただいて、例えば、このクオリティは、どのレベルなのかということによって、やはり、結構ですね、最後の仕上げっていうのは原材料っていうか、その、メーカーさんの部品のレベルによって結構決まってしまうんですよね。化粧板の、いい化粧板を使えばね、最後仕上げに使えばですね、やっぱり、見栄えも良くなりますし、また、どういうふうなものを貼り合わせるか、またどういうふうな原材料を使うかによって、結構ですね、家具とか、そういうものっていうのは、イメージが変わってしまうんですよね。で、そういう部分で、お客様にとってですね、どのような価格帯で、どのようなレベルの商品を作りたいかっていうのは、ご相談いただければですね、まあ、我々の方でも考えてです、考えて、まあ、企画、提案もいたします。またですね、中国での商品作り、中国での特注家具の作り方っていうことで、まあ、我々もいろいろ経験しておりますんで、その経験の中のノウハウを生かしてですね、お客様方に、こういうふうにしたらいいんじゃないかと、コストメリットを出す方法を、例えば、まあ、中国の家具はみんな重たいって話をよくするんですけどもね、やはりそのフラッシュコードを等にして、軽い、家具にするとか、またですね、その合板の厚さとか、その、なんですかね、バーチカルボードはどうするかとか、まあ、そういうふうなね、まあ、いろいろ材料に選定、また作り方、組み方によって、千差万別いろんなものができます。だから、そのようなものを見てですね、まあ、どういうふうな商品作りをするかっていうことは、まあ、我々とですね、検討しながら、オーダー、製造、オーダー、家具、オーダーね、の作り物をすれば面白いんじゃないかと思ってます。我々もですね、そのような商品作りに対するサポートを皆様と一緒にやっております。皆さんに対してやっておりますので、また何かご質問等あればしていてください。本日のね、ブログは、中国で作る特注家具、特注の製作物ですね。特に木工製品と言われるものの生産に対するちょっとお話をしてみました。ご参考にしてください。よろしくお願いします。